めんなさい。Mm-hmm.
うん。あら。またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ？今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。で、俺に何をしろと？今、親父は荒れちまって、手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ？先日の一件から、親父は兄貴に一目置いてるみてえです。だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴って何言ってるんだ。だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろう。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあ自分車回してきますんでお願いします。兄貴